みんな、こんにちは。チャレンジマンです。みんな、昨日のチャレンジで本当にお疲れ様でした。今年の対戦相手はみんなご存知、岡山県赤い橋だ。さあ、今回の対戦結果、雲南市の運動参加率は 52.9%、 そして赤い橋は62.0% だ。雲南市は残念ながら敗北してしまった。しかし、そんなことは重要ではない。雲南市も赤い橋も両市とも運動やスポーツを心から楽しんだ。街をウォーキングする人や朝体操をしている人、チャレンジマンはこの1週間でたくさん見てきた。チャレンジデーの当日も大人たちや子供と共にスポーツを楽しんだり教え合ったりしている、そういったスポーツの素晴らしい姿を僕は感じることができたんだ。スポーツはやるだけではない。スポーツを見たり、そして応援したり、そういったことも素晴らしいスポーツの参加方法なんだ。昨日の5月30日でチャレンジデーは終わってしまった。しかし、そう、このチャレンジカウンターは終わらない。つまり、バンバンバン、次のチャレンジデーまで残り365日だ。チャレンジイヤーの始まりだ。このチャレンジイヤーはチャレンジマンシップにのっとり、雲南市も赤山市も関係ない、体を動かすチームとして共に歩んでいくことを僕は願っている。みんな、この音は、なんでもって、はいはい、お世話になっております。はい、承知いたしました。失礼いたします。なんてこった。総司令官からこの1年間の戦略会議の招集だ。チャレンジイヤーはもう始まっている。みんな行こう。 Let's try チャレンジイヤー。